Xin chào các bạn, mình là Ayano. Hôm nay các bạn cùng theo chân mình đi chợ nhé. Ayano, em đi đâu? Chợ. Đúng rồi, chợ. Hoa quả. Em thích ăn quả gì nhất? Quả à? Xoài á? Ở Nhật Bản có xoài không?今日は日本にはないベトナムの果物について紹介していきたいと思います。レッツゴー。わー、この果物皆さん見たことありますか？これは日本語でマンゴスチンっていうみたいです。私は初めて見ました。後で食べてみましょう。これはベトナム語でホンシエンっていうそうです。日本語ではなんだっけな、サポジラっていうみたいです。これも後で食べてみましょう。これはよくベトナムで見かける食べ物ですね。私はベトナムに住んでいるんですけど、まだ食べたことがない果物なんです。この綺麗な果物、何かわかりますか？これもなかなか日本で食べる機会がないですよね。そう、これもよくベトナムで見かける果物ですね。夏に飲むココナッツジュースは美味しいですよね。この果物は皆さん聞きなじみのあるパパイヤですね。実際に見るとめっちゃ大きかったです。A few moments later. この私の顔と同じくらいのザボン、塩につけて食べると美味しいですよね。これ何かわかりますか？これ実はレーズンなんです。今回は買ってないんですけど、皆さんぜひ買って食べてみてください。この果物、そう、日本人もみんな知ってるあの臭いで有名なドリアンです。まだ食べたことがないので、後で食べてみます。 A few moments later. いっぱい買いました。後でこの全ての果物を食べてみたいと思います。皆さんもぜひベトナムの市場に行ってみてね。日本にはベトナムみたいな市場がないので、とても楽しく買い物ができました。ベトナムに来たらぜひ市場に遊びに行ってみてください。